えい、えい、熱い。なんだよこれ、トカゲじゃない、干からびてんじゃねえかよ。燃えろヨガフレーム。おまわりさん、ひき逃げです。ちょ待て、ちょ待て、おまわり、ちょ、ダーイ、やばい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 、きちい、あー、いて、いて、いて、うお、効く、あー、馬が死ぬ、おー、危ない、これがワイのエクスカリバーや、あー、ららららららら、何が満月の少女ボケ、俺は太陽になる。もう死んでさ帰ってこねえんだよ、そんなうだうだ言ってもしょうもねえ。おはよう、ここちゃん。勝て、ふん、いいね。あ、こいつ強いんだよな、こいつなんか出すんだよな、倒すと。なんだったかな、しかし成功で倒すのはね、なか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 きつい。ここ人は投げちゃう、こいつ無理だ、長さを利用して、ふん、やばいな、こいつほんま強い、こいつ、あ、こいつ、これ強え、あー、これ強すぎ、あ、無理、えい、えい、えい、結局縦なしって昔はようやったけど、俺むずすぎるんだよな、このゲームで縦がなしって。俺難易度3倍ぐらい違うと思う。昔俺縦使わなかったんだけど、全てを壊すローリング、俺の魂はこっちか、やばいよこいつ、あ、本当に強い。雷の矢とかあればいけんのか、あとかな、こいつはちょっとあとかな、今の俺では多分倒せない。あ、そうだな、うん、これちょっとね、あとだね、ちょっとこれボスまで行くわ、かがり火があるはず。スタミナやべ、やめろ、これは RDA、 やめろお前、まあ火力あるから多分勝てるね、全然ボスは強えもん武器。まあでもボスより先にこのマップマジでいいアイテムあったはずだから、それを回収せなならんよ普通。こいつは なんかこの王みたいなやつらを4人ぐらい倒すんだっけ、そのうちの一人だっけ、まあ、でも最弱なんだよねこいつは。こいつは神の血が薄いとかなんとかで、だからこうやって補強手術してちょっとでも強くなろうとしてんだけど、こいつは小物だった気がする。ちょっと大声に違っとくわ。1ミリも覚えてないな。最後飛んでくるかな、ちょっと、やべ無理だ。あ、これ敵いるんだ、敵ってドラゴンくっつけるんだ。Truest of dragons,
なんでくっつけたら手から火が出るんだよ。よくわかんないよこいつ。これなんだったかな。熱っ。どうしたもんか。どうしたもんか。ダメだ。もう回復がない。俺は死ぬしかないのか。これどうすんだっけ。あ、ミラボレアスと同じじゃないか、やってること。古来より勝てない敵に当たったら軽ロリを使うと言われており、ソウルシリーズは。いや避けたって。いいよ。安定感が違う。まあ、回避性能っていうよりは回避距離だな。回避距離めっちゃ伸びるから。回避性能も伸びるけど、ただ当たれば死ぬ。うわ、避けてるって。あらー、ローリング2回だな。あ、熱い。やべえ、こいつ強すぎる。エルデンリングの DLC が難しいって言われてるけど、俺大多数はそのままやってると思うんだよね。もう勘を取り戻さずまま。もう2年前にクリアして久しぶりにやりますって人たちだと思うんだよね。お前そりゃ勝てるわけねえだろ、新しいエリアにこの状態で行って。よし、おら、これ先に行ったら回れねえか。 OK、 でこれ、ああ、暗え。てか昼見やすすぎじゃね、黄金ハルバード。暑い。なんだっけ、チャンス。このバカが。いやー、やべえ、ローリングしちゃった。オッケー、これは逃げればいい。多分逃げでいい、これは。よくわかんない。おいしい。あ、まあさすがにね、一度はクリアした男がね、こんなとこで負けるわけない。でこいつを倒すとやっと始まるんだよ、このゲーム。いや、生きる場所が広がる。こいつの魂を渡すと、なんか、ロックバスターみたいなのもらえるよね。俺、使ったことないんだよな。当時、弱えって言われてた。もしかしたら、アップデートでだいぶ変わったかもしれないけど。日本指様。これが、よくわかんないけど、まあ、信仰の対象なんだっけ？そうそう。血が薄かったんだな。だから、あいつは弱いんだよ。雑魚なんだよ。え？使えるんだけど。絶対弱いだろ、顔。絶対弱いだろ。マジ、当時これ使ってるやつ、多分いなかったぞ。ゴミと言われていた。なんだよ、これトカゲじゃねえ、干からびてんじゃねえかよ。あんなに生き生きとしてたのに。カラッカラになってんじゃねえかよ。
可愛いんだけど割と強い。へえ、当時はゴミクソと呼ばれていたのに。いや、わかんない、まだ開発されてないだけだったかも。あー、これはかっこいいな。いくぞ、燃えろヨガフレーム。弱っ、なんだよこのゴミ。 DOT 入んのか。ほら燃えろ、なんだよこのゴミ。誰だよ杖って言ったの。相手が悪いこれ。いや、分かった、この根っこ当てるんか、アッパーの部分。行くぞ昇竜拳、死ね。おお、まあまあまあ、はな、別でも普通に黄金ハルバード振った方が速くね。黄金ハルバード3回振ったら同じダメージ出るぞ、消費なしで。でもこういうかっこいい、やっぱちょっと芸のある武器を使いたさはある。このカス、いや黄金ハルバード強えかも。あっつ、こいつがレア武器落とすらしいけど。うわっ、強すぎ。お前このこれトリフ勢がやばい。待て待て待て、こいつやばい。あっ、待ってくれ、これ強すぎないか。ひき逃げです、おまわりさん、ひき逃げです。あの影についていこう。この辺で飛び降りるはず、どっか飛び降りるはず、この辺で。違ったっけ、ここだ。俺初見で最初にここ来たの、アホだな。これ結構きついな、よく行ったな。まあ放浪騎士でやったのか俺一周目。熱い、なんでやねん、熱い。はっ、やべ、こんな、すげえ強い敵が出てきて、その奥にいいアイテムが落ちてんだよな。だからそれぞれガン無視して回収して死ぬ、それでいい。死にます、これは。ただ死ぬ前に絶対にアイテム取る。もうガンダッシュガンダッシュ、もう無理なんだよここ。死ぬようにできてる。ここのモンスター2体倒したやついないせい。危ない、やべ、ちょ待って、ちょ待って、ちょ、ダーイ。上から落ちてくるっけ、覚えてなかった。こう上から来んのか。なんかいいのないかな、パイク。あ、めっちゃ長いやつじゃない。おお、卑怯者の武器って呼んでる俺これ。いいよ、全然悪くねえな。まだパイク使うなったら縦竹するけどな。火力低い、さすがに、さすがにちょっと火力低い、強化しないと。オッケー、これが強い。ちなみにこれが強い。で、まあ軽く倒してやるか、こいつもついでに来た、ついでに倒してやるか。経験値稼ぎとさせてもらおう。俺こいつ成功で倒すの初めてかも。死ねえ、あ、俺初めて倒した、こいつ成功法で。経験値はん、こいつは何のためにいるんだ。あ、2体倒してもらえるタイプか。倒してねえからな俺、これ初見の時。こいつらクリア後まで俺倒してねえよ。
うわあ、ひるめ！なんだよこいつ。オッケーで、これがもうこれサクサクプレイなんで、これが非常に強い。HP、スタミナ、重量、すべてがちょっとずつ上がるっていう。まあ、ちょっとだけもね。このちょっとがでかいでも。ちょっと上がる。でもデメリットないから。あと、重量上がるの結構でかいかな。なので、これ強いです。割と強い。あっ。いや、これどうすんのっけな。やっべえ、これ間に合わない。やばい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 。大丈夫だ。危ない。あっ、あっぶねえ。やってる人いるね。まあ弱え。こいつはこいつは結構やりやすい部類ではある。確か腹に密着すればなんとかなる。ひるむね。これが黄金ハルバード。2周目につきサクサクプレイでお送りいたします。これなんだっけ、バカさ。あー、ドガーン。ひるめ。なんだ？しまった、いけたな。うわあ、あっちゃー、しまったー。まあ普通にいけそう、普通にいけそう。あっ、あー、出る。ダメよ、火付けなんて。火付けはダメよ。こっちは強いに決まってる。いくぞ。熱っ。これさ、やられたわ俺。2年前もこれやられたわ。こいつふざけんなよ。燃えろ、クレイ。やったか。500ダメージいいよ。おれ、燃えろ。いいよ、1000ダメージ。熱っ！昇竜立派だっけ？昇竜剣！燃やし尽くしてやるぜ。効くオッケー！致命！呪霊の呪まで来たぜ。はい、ダメ。まあこいつ後にザコモブとして出てくるようなやつだからな。実際こいつボスでも何でもないからな。感覚戻ってきたね。すっかり戻ってきたね。レボアップ、進行上げとこ。ダクソ2だったらネズミ狩り楽しいんだけどな。人間性落とすから。うん、なんだっけこれ。いや、これは目的地に行けた気がする。これはプロの、プロが罠を使ってショートカットします、これ。プロは。うーわー、これビーム撃ってくるやつかー。これどこだよ。ビーム撃ってくるやついるとこだろ、これ。こいつ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 クソ強いんだよな。やれるな、やれるな。クソ強いなこいつ。ビーム打ってくんの。ファンネル飛ばしてくる。あぶねえ。ネットインフルエンサーのお気持ちですねこれ。お気持ちファンネル飛んでくるこいつ。このカスが、あれ弱体化されてる気がする。マジで勝てなかったんだけどなこいつ。俺1周目こんなに弱くなかったはず。
転送されて、あ、なんだここ敵強すぎ GG っていうのがこの多分トラップの本来の用途なんだけど、これガチで俺ショートカットに使えるわ。このままここら辺のかがり火アンロックできたら楽なんじゃね。もう来なくていいから進行上げます。でもな、精神力欲しいな。メンタル鍛えます。でもメンタル全振りにしようかな。メンタル縛り熱い。この昼め、あ、黄金樹に誓って誓いを立てろ。きちい。ああ、やばい、死ぬ。あぶね。虫のグレイブ、弱そう。あー、弱すぎる。失せろ。使う価値のないゴミ武器め。ちょ、無理。マジか、こいつあれじゃん。これあれじゃん。うわー、あそこに出るやつじゃん、これ。経験値1万2000ロスト。ラダン倒したら出るやつじゃん。覚えてないな。こいつビーム打ってくるのは覚えてる。はぁ、何これ。あ、うん、腐敗ブレス強いってコメントで言われてたな。氷も強い。ほう、竜の力をその身に宿す。タリスマンで使えたっけこれ。ダッソ。かっこいいか。いらねえよこの上に出る竜の頭。犬敵対しない、もっと入れてくれ。人型はいいけど犬型は攻撃したくないんだ。誰が使うんだよこんな武器。誰が使うんだよこれ。あー強そう。なんか遊び出した。これ敵の銃弾弾けるとか。戦技変えてみるか。お、いいじゃない。見てこれ、聖なる剣になりますよ。神聖な漆器死体剣。いいね、中二病っぽくていいんだよな。よくないこれ。中二病いきましょう。中二病かっこいいでしょ。神聖、聖なる刃、聖騎士的ユータ。なんかこいつと話すとステータス下がらなかったっけ。なんかあった気がする。こいつ殺した方がいい。これ裏切り者です。よくわかんないけどこの剣強化しよう。何の後のことも考えずに強化する。まあなんとかなるだろう。どこ行くのが丸いんだ。こっちはラダーンがいるんだよな。ラダーンどこだっけ。ここだったかな。ラダーン、ラダーンクソ強なんでちょっとまだ勝てないんですよね、正直。俺の実力だとここかな。ここ2番目のここら辺がね、いろんなアイテムとか手に入ってよかったはず。来た。ああ、そうだ、はいはいはい、ゴドリック倒した先だ、忘れてた。そうだ、倒した先だ。で、倒した先の墓場で当時大釜が流行ってて、大釜もしかして持ってった方がいい。もうそういうの縛らず行こうかなって。もう YouTube に大釜が最強みたいなめっちゃ流行ってたんだよな。触るな。死ねえ。こいつ俺毎回殺してるわ。毎回殺してるわこいつ。アップデートイベント追加された。え、まあいいだろ。もう死んでさ帰ってこねえんだよ。そんなうだうだ言ってもしょうもねえ。イベント追加で岩盤もらえんのか。マジかよ、言ってくれよ先に。こいつ殺さないやついるのかよ。なんか硬くなってんなと思ったわ今。なんでこいつこんな硬くなってんなと思ったの。なんか硬くなってることに意味を感じたんだけど、正直。イベント追加されたから硬くなってんのか。硬くなってんぜ。知ってる知ってる。そう、ここで釜マラソンできるんだよね。釜マラソン、ここの墓場で。この釜が
当時めっちゃ強いって騒がれてた。デスサイズの石、今でも最強。マジかよ、もう最強使おうぜ。こいつらがね、出すんですよ。ほら、これこれこれ、デスサイズ。うわ、うわ、あれ何これ、ビーム出んの。鎌なんていらねえわ。え、ビーム出た上で剣ビリビリになるの。おい、待って待って、めっちゃ強い。何が鎌じゃ、え、待って、これめっちゃ強いぞ。これバフされてない、この戦技。やべ、かっけえ、これギガスラッシュ、かっけえ。やべえ、これやべえ、俺この武器でいいや、いらねえや他の武器。ふん、ギガスラッシュ、ギガスラッシュ、やばい、かっこすぎる。運悪いと1、2時間かかる。大丈夫です、僕運だけはいいんで。運だけの石。ほらね、何が強いの俺、出血武器じゃん。へえ、これ強いん。二刀が強いので、もう、あ、俺ね、あの大型武器二刀流結構今回やらないつもりっす。強いのは分かるけど、大型武器二刀流やらないんでやめときます。せっかく出たけど、やっぱこれよ、筋トレはな。筋トレは興味ある人には俺は勧めるけど、全く興味ないやつには進めねえや。無理やりやるもんじゃねえ。ギアに進めてる。いや、あいつやる気ないから俺は別に進めてないよ。やったらいい体になるのになとは言うけど、進めてはいない。まあお前がマッチやったら怖いなって言って終わってる。体の調子悪そうだからやった方がいい。でもね、なんか不思議なんだけど、信じてもらえないんだよな、そういう話。まあ別に俺のどこまであれがあるかは知らないけど、なんかどこどこが悪いっていうのってさ、唯一解決できるのってさ、可能性があるのってさ、体を整えることだけじゃん。筋肉をつけることだけじゃん。どこ、腰が悪いんだったら何々したらいいよとか、そういう話はするけど、信じてもらえないんだよな。てか、そういう人ってやらないんだよな。どこどこが痛えとか言ってる人ってやらねえんだよな。痛えまま生きてくんだよな。やればいいのに痛えならとか思うけど、やりたがらんのよな。だから、おっくうになっちゃって、まあ、そんなやる気力分かれんだろうな。痛いのにやりたくねえって感じなんだろうな。まあ、腹痛えばうんこすればいいけど。まあ、忙しいって言っても、1時間ぐらいは作れるはず。本当に直したかったら。1時間よ、やって。だからやらない人はやらないから、俺あんま別にご了承しないんだよね。ケンキとかすげえやる気あるから。俺褒めてる、ケンキのこと。結構何々ができるようになりましたって報告してくんだよね。偉いって。お前は偉いって褒めてる。すげえじゃんって。うわ、良さげなのになぁ。痛い、痛い、痛い、痛い。ちょ、めっちゃ刺さってる。女がいたら頑張れる。逆だよ。どんな形でも頑張ったから女がいるんだよ。多分。多分。それぞれ、その世の中の人々は。まあ、俺は適当だけど。うわ、効く。え、めっちゃ強いんだけど、この剣。たまらん。筋トレ以外にしては金、暴力、セックス。あ、エビだ。ドラゴンが確か学校の鍵を守ってんだよな。だからドラゴンの巣に行かなきゃいけない。この辺にドラゴンの巣があるはず、湖に。切り裂け。うん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 、オッケー。ここのポータル開いたのはでかい。これ入り口か、学校の。これ学校の入り口が開いたから、え、もう一個、ん、なんだこれ。あー、はいはいはい、そうだそうだそうだ、めっちゃ遠いんだ、そうだそうだそうだ。ここ開いたのでかくねえか。あれ、学校がこの位置か。なんか学校の近くに巨人の貸し屋がいるんだよな。ってことはドラゴン、あー、あそこか、ドラゴン、あれだあれだあれだ、多分。エルデンリング難しすぎて心折れそうです。大丈夫っすよ。エルデンリングは待ってくれるから。出遅れたりしても関係ねえもん。気が向いた時にやればいい。旬がないからね、シングルのゲームは。この時間にコメントしてるってことは無職か。決めつけがすぎるな。そうでもないだろ。ね。
わかんねえ。自営業って言ってる俺聞かれたら。何系ですかって必ず言われる。広告系ですって言ってる。広告系。動画を見てもらって広告で稼いでるから広告系。っていう広告系っていうと、たまに深掘りしてくるやついて、敵がいて、自分も広告やってたんですよ。で、何々で何々で何々系ですかみたいな、なんかたまに深掘りしてくる敵がいるんだよね。めんどくさいんだよな、あんまり深掘りされると。仕事の話そんな深く聞くんじゃねえって思うんだけど。敵がいるんだよ、たまに。くらえ！腐敗ブレス！腐ってしまえ！なにこれ、いつまで聞くの腐敗。あれ？これ、まさか、永続？勝ったわ、これ。お前はもう死んでいる。白いお面と仲良くして。殺していい？侵入したらクエスト進むのか。できねえよ俺 PVP なんて。対人なんて俺ハベル母の仮面クレイマーブンブンしかしたことないぞ。キモとかそれだったら対人したことある俺。ハベルクレイマー、ハベル属性クレイマーブンブン丸 SL100 母の仮面。これこれこれ。まあこいつ殺しまうか、ついでに。でもこいつね、多分ちょっと厳しいんだよね。こいつだけはね、ちょっと厳しいんだよね。強いんだよな、こいつ。ちょっと切ってダメージ感で確かめるわ。いけるかどうか。まあいけなくはないか。いけなくはないが、本当に強いんだよな、こいつ。こいつ倒したら何もらえるんだっけ。倒す意味あったかな。何ももらえないわけではないと思う。心臓はもらえるんだよな、心臓は。あと技が新しく変えるようになるはず、倒せば。あー、馬が死ぬー。ペチペチ。あれ、こいつ勝てなかったんだけどな、俺昔やった時モンハンやった。あ、これ足元か。あ、なんだよ、あ、ふざけんな。モンハンやった後だからな、簡単に思えるわ。ミラボレアスと比べたらお前は雑魚だ。奇跡竜スマラグ。弱え！マジか！何でこんな弱いんだ？弱体化されてるかな？新しい竜の力が追加。そうなんですよ、これ。追加されるんですよね。いや、強えんだよ、こいつ。バカにするな、あまり。あまり竜バカにするんじゃないぞ。こいつは強え。俺が強えんだよ、じゃあ。そう、昔のインターネットがね、今よりもうちょっとね、個人情報を出してはいけない時代だった頃に、若い子供が、まあなんだろうな、ヘイトを買うような行為をしすぎて、特定されて、インターネットの怖いおじさんたちに、ネットリンチを食らうっていう、とんでもないことがあったんですよ。それを見て、インターネットって怖いなっていう。そう、それに手を差し伸べたっていうか、まあ、それを弁護しようとした際、弁護士も、もろとも潰されるっていう、とんでもないことがあった、昔。やばいよな。今だと考えられない。まあでも今でも、ツイッターとかで、バカッタした人は、ガチのやらかしした人は、ネットに潰されるか。あ、ここだ。今でもね。将来だから、皆さんも、ガキが生まれたりしたら、気をつけた方がいいっすよ。ネットやらせない方がいい。ツイッターはやらせなきゃいい気がする。ツイッターは。TikTok にアップした動画が、ツイッターに輸入されてってのはあるから、ツイッターで気をつければいい気がする。一番危ないのツイッターの気がする、俺。ガキンチョやるって一番危ないの。ツイッターを昔からやってる人間だとそういう意識ないけど、いかにツイッターをやってる自分が危険な思想を持ち得る人間なのかっていうのをちょっと実感してしまうね。
今の若い子たちがツイッターではない、ツイッターを使わないっていう、ちょっと濃い人しかツイッター今使わないらしいからね。危険な思想をはらんでる可能性がある、ツイッターを使ってる人たちは。それほど結構今濃いものっぽいからな。その自覚はなかったな。当たり前、すごい昔から使ってるから。若い子は逆に使わないっていう。このステージは俺覚えてるな。まあ、ボス自体はすごく弱かった気がするな。危ない危ない危ない、こりゃダメだ。いってやるじゃん。剣士の真似事か。ブンブン。あー危ない誰。いたな、こんなやつ。くらえ！やったか！やべ。危ない！あっぶねー。やべ、覚えてねえ。くらえ聖なる刃、やるじゃねえか。危ねえ。こんな杖で聞いたっけな。マジかよ。危ねえ。カルロリでいきます。射程外に逃げるの大事、ああいうブンブン系は。くらえギガスラッシュ。よっ、やっべ。ああ惜しい。いや減る。ギガスラッシュ。はあ、これ避けてるだろ。この3連撃絶対避けれねえ。見てから避けれねえんだよな俺。もう一回。あ、来ない。ああ情けねえ声。ボスになると裸になる。これ俺の戦い方や。DA と違って茂たまってないよな。面白いから。あれはでもね、ソロでやるもんじゃないね。ガチで。そう思った。ディーでもソロモードはおもんないよ、あれ。はっきり言って。金貯めるだけの。金貯めて、メインのパーティーで遊ぶためのモードだと思うわ、あれ。その割り切りができてなかった、俺は。その割り切りができたら多分面白い。なんのよ、でも俺、基本的に一人だった方が面白いな、ゲームは。人とやるより。人とやるのが目的になって、ゲームを楽しめないではないけど、ゲームがクッションになっちゃう。人とやるための。ツールっていう、それも正しい遊び方なんだけど、ただソロの方がゲームを芯までしゃぶり尽くせる。俺はなんかゲームは二の次、ぶっちゃけ人とやってる時は。そういった意味では俺はソロの方が好きだな。はっ、さっきまでなかったじゃんそれ。服着た方がいいかな。いやどっちもいいと思うよ。人によって違うだけだな。正解はない。嫁とやるゲームが一番好き。レベルが違いすぎて思んないんだよな俺、嫁とやんの。まともに歩けたりもしないから。まあ物によるな。できるゲームもあるけど、どうだろう、2人でやれるゲームないなあんまり。まあ、ゲームしないからだいたい一方的にボコることになる。でもソロのゲームをどこまで進んだかみたいな話をしながら一緒に攻略するのはおもろい。射出。うん、早すぎ。射出。発射。やべえ。
ギガスラッシュ、ギガスラッシュ、あぶねえギガスラッシュ、敵は死ぬ、あぶねえ、やばいあいつら上から、もうキモすぎる、ショットガンこれ、あーキモ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 、あーキモすぎー、危ない、これが信仰の力、これがワイのエクスカリバーや、絶対なんかあったと記憶してるんだが俺は、ほらあった、これです、エビエビ、こいつ強かった気がする、アイアンメイデン勝てる、あー危ない危ない、うわ勝って、ダメだよこれ勝てねえ、あエビ、あエビ、やばいこいつ、学生たちを、学生たちをしばき回ってる、アイアンメイデンが、これ学生だろここにいる人たちみんなしばき回ってる学生たち、あ熱い、危ない、うおー、ブリッツクランクやばすぎる、ロールやってくれ、まあロールは、俺はロールはやらねえ、何か何かがあ、なんかイベントごとがあったらやるけど、さっきの話とは別だけど、あのゲームは俺多分向き合えないんだよね、さっきは一人でやってた方が向き合えるって話をしたけど、向き合えないです、あのゲームは俺多分ソロできない、 EAA 俺飲んでないっすね、 EAA はなんかインターネットのアンチが多すぎて、 EAA マジアンチ多いんだよ、なんかさゲーム関係だったらさ、なんとなくわかるじゃん情報とか、まあでもないかゲーム関係は、でも昔はよくあったよな、これを使えば勝てるみたいなの、いやないか、ゲーム関係はないよな、ゲーム関係なんかそういう詐欺みたいなのないもんな、あんまり、本当にいいものはいいし悪いものは悪い、悪いものそんなねえし、ゲームメーカー出してんのしっかりしてんだよな、ゲーム関係って、これ買って損したってものあります？ゲーム関係で、まあ合う合わないは別としてね、本当にこれ詐欺やろみたいなのなくない？感度販売、それはそれは誰がどう見てもおかしいだろう、なんで感度売るんだよ、おかしいだろう、誰が買うんだよ感度、あれ意味わかんねえよあれはおかしいだろ、どころどころどいつか笑えないぞ、感度なんで買うんだよ、普通にもっと結果出してるプロゲーマー感度調べたら出てくるぜあれは何なの、感度売るは意味がわからん設定ってこと？あれコンバーターとかの、ああだからか、買ったの、まさか詳しい人、ラキさんどうしたんだよあれ、たまに流れてるけど、あれどうしたんだよあの男は、あんなにうまかったのに何やったんだマジで、何が人をそこまで変える、マジでうまかったあの人、もともとはやってないよな、動画とかも流れてたけど普通だったよな、あんなに上手い人でも闇落ちするって意味わかんないんだけど、もったいなすぎるって、いやなんか、あっ、ほらお前何よこいつの、あーかっこいい、ちょ俺もやりたいそれ、いや俺魔法剣士やろうかな、カーリア騎士かっこよすぎる、やめろってお前飲むの、ふっ、え AI 良すぎ、ギガスラッシュ、勘弁してね、ちょなんなんこいつ、あーちゃー、カーリア騎士一式落ちてる、さっきの墓場、あーあれダサいよ、いやでもかっこいいじゃん今の見た目、ダサくなくね、女の子に水着着せるタイプの人、危ない、くらえバカめ、両手持ちはパリできねえんだよ、
両手持ち体験はよくれギガスラッシュ。欲しいな、こいつの装備。ショートカット上げてちょっと取ってこようかな、俺。こいつの鎧。俺、そもそも一周目も魔法戦士じゃなかったっけ。あーぶなーい。パクパクパク。あのね、エルデンリングね、魔法かっこいいんだよな。結構。近接系魔法かっこいいんだよな。あーぶなーい。まあ、言うて進行もかっこいいんだけどさ。剣ビリビリになるのとか最高じゃない？これこれ最高よ。これ俺剣にエンチャントかけてこうやって炎ブワーってなったり雷ビリビリってなったり光ふわーってなるのすげえ好きなんだよね。これ系めっちゃ好きなんよね俺。あー危なーい。降りるってなんだ。あーへーへーサンキュー。あーまあダサくはないけど首回りちょっと貧相だな。まあでも圧倒的にかっこいい。今のより今のよりは圧倒的にいいし軽い。なんか頭良さそうだな。インテリって感じする。討論室から出て右柵から屋根に飛び降りてそっからはしごを登ったらいいものがある気がするぞ。具体的すぎだろう。気がする割には具体的すぎだろう。なんだこれ。金枠ってことはレジェンド？あー使用速度が速める。なんか俺にかっこいい進行の技があったら使おうかな。うわしまった。俺もういきなりボスか。まあこいつ弱いんだよな。でもこのボス弱い。ちなみに弱いです。カット。歌ってるやつが本体。こいつ殺す。その繰り返し。まずはギガスラッシュ。うるさいお前たち。うるさいうるさいうるさい。こっからが本番。でもね本番になってからも弱いこいつ。こいつはマジで弱い。でも敵じゃないんだよねこいつは。こいつはねこのゲームで一番役に立つ人なんだよね。みんなのママだからこいつは。My beloved, have no fear. I will hold thee. Patience. ビームで倒した。いや俺はビームで倒してないよ。こいつはビーム撃ってるんだよ。かっけえな。Of the last queen of Caria, Brunala of the full moon. And the majesty of the night she conjureth. うそー。でステージがいきなり変わる。射出止めてみせる。おらおらビーム打ってんじゃねえぞ。なんだっけこれ。なんだっけ追尾か弾は。なんだお前。なんだなんだ。あやばい止まれー。ちゃーやってしまった。あーあーこれ殴りに行けばいいんだよ。死んだ。倒す。
行くぞ。やばいやばい。ふんふん。なんだよこの月は？これ強いわ。当たればひるむ。危ない。なんだ魔法使いのくせにこの俺と殴り合うというのか。おら何が満月の女王じゃボケ。俺は太陽になる。はめるはめる。いいぞこれ。これはまるはまる。なんだ？あーカニではない。これ無視でよかった気がする。無視するとね召喚し直すから。姫！あこれやばいかも。うわー犬がいっぱいだ。トロクセイの来た。これ余裕だな。おい、トゲ見えねえよ、お前。魔法使い風情が遅い遅い。黄金ハルバード。なんでスタミナ切れかよ。だるすぎる。スタミナ切れで殴れないの。トゲよ。やっべ、スタミナ切れで殴れ。いけ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 。よかった、間に合ったー。